コロモダナ通り、京都市の下業区コロモダナ通りは、京都市内の南北の通りの一つ。北は鴨川右岸の鴨街道から、南は六角中まで。途中紫苗通から200メートルほど南の玄武公園横まで、また一条通りと上長者町通りの間で分断されている。一条通り以北では何か所かで、東西方向にずれている。平安系には存在せず、 豊臣秀吉による1590年の天正の地割りで新設され、その後北へ延長されて、鴨川に達した。天正の地割りで、室町、新町中間の三条以北の通りを衣棚通りと呼ぶことは、それ以前にすでにその界隈に包囲などを棚売りする、店が多数あったことによるとされる。秀吉によって寺町が形成される以前はこの界隈の四方に、 寺院が多数あり、教授屋や物資などとともに、法医屋も多く集まっていた。工事年間にはあったという法医店のちぎり屋は、衣棚通りを本拠に独占的に発展し、その一門は最盛期にはこの界隈に百余件を数えるに及んだという。江戸時代には、東隣の室町通り同様多くの幸福店があり、これが通り名の由来となった。 しかし今日はの頃から次第に減少し、現在では室町通りと比べはそう関係の業者は少ない。また、三条通りから南に向かった路地は、両ン寿司とも呼ばれる。両ンは、桃山時代に、ここに屋敷を構えていた茶人の広の両ンのことで、寿司は寿司を意味し、両ンが自定内の通り抜けを許していたことからそう、呼ばれるようになった。 ABCD 第13章三条衣棚と、ちぎりや一門、明林寺、創立万70周年記念京都市明林神城、小学校編三条衣棚町文書京都府立、総合資料、総合資料館だより、京都ぶらり、町の区画にある、細い通り、寿司、著名な茶人にちなんだ地名、両ン寿司、京都ピ、2019年9月3日、ありがとうございます。